ようございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、週替わりでお迎えする素敵なトークゲスト。今週は東京都大田区真言宗地産派蓮華寺副住職遠藤純一郎さんです。トークの後は全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本昇恵の北条庵よりお送りします。おはようございます。あ、おはようございます。はい、今週は遠藤純一郎さんとおしゃべりをしていきます。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。はい、一応お坊さんとして紹介させていただきましたけど、なんか、まあ、お坊さん、そうですね、お坊さんなんですよね。そうですね、もうね、最初のご紹介でね、あの戸籍の方のお名前で紹介いただいたのでね、基本的にあのそちらの名前で活動しておりますので、そうですよね、そちらの方がしっくりきちゃうんですよね、うん、なんでまあ法名としては純友っていう名前でやってるんですけど、まあこれはもうほとんどお坊さんやってる時にしか使わないお名前で、まあ論文を書いたりとかなんかやってる時は全部純一郎でやってますんで、まあそっちの方が私としてはしっくりくるかなというふうに思いますけども。そうですよね、うん、でも考えてみれば、あの長男、はい、で長男って割と、まあ、このラジオにもたくさんお坊さん出てますけど、うん、なんか何人か兄弟がいる場合、長男だけめちゃくちゃお坊さんっぽい名前が付けられているパターンって結構多いんですけど、はいはい、それをじゃないですよね。そうですね、まああまりこうなんていうか、まあこうさせようというふうな教育方針ではなくて、まあなりたいならなったらというような感じでやられてましたんで、まあそういう意味では長田らしい名前がついてたのかなっていうふうに、まあ子どもの頃なんかそれこそね、テストでひらがなで名前書きますよね。ああ、そうすると私が自由ぐらいまで書いてるタイミングで他の子がもう答案書いてるという、うん、非常に焦るという素晴らしい名前いただいたんですけどね。確かに、うん、初めから不利な不利なテストに不向きな名前をいただいて、でその名前で結局ずっと来ちゃってましたからね。だからまあ僧侶になる時に一応純友という形で法名をねもらいましたけれども、まあ使わないですよね。まあそれこそその筋の人じゃないと知らないんじゃないかなっていう。そうですね、僕もだって何だったっけって今聞いて思い出した、自分でもねあんまりこう馴染みがないね、書類間違って書いちゃいますよね宗派向けだと法名を書かなきゃいけないのに、あっていう風なねあまり自覚がないっていう感じで困ったもんですね、あのちょうど今回は、現地というか、まあ、お寺に来ているんですけど、でもお寺でお話を伺いながらも、でもこの建物はまあお寺の境内にありながら蓮華寺仏教研究所ということで、はいはい、まあ、その研究所のリーダーとして、あの私もその仲間に入れていただいて、いえいえ、会長さんになってますいや、あの真言宗のお寺でね、浄土真宗のお坊さんが、うん、もう入れていただくっていうのはまたちょっと いろいろユニークな、ああ、はい、多分ことだと思うんですけど、なんでしょうね、遠藤さんと最初にお会いしたのは、だからそうそう、このラジオに山野さんが、ああ、はい、そうですね、先に登場してますね、はい、まあその時に多分一緒に
お寺カフェ。ああ、そうですね。神谷町。はいはい。はい、もう20年ぐらい前？いや、僕お坊さんになってからもうすぐで20年なんで。ああ、だから。でも、まあ、18年とかです。お坊さん、そう、成り立てぐらいの時ですよね、確かね、うん。なんか変わった人たちが来てるな。来たみたいなね。いや、こっちも逆に変わった人がいた、みたいな感じで言ってたわけですけどね。だからもう動物園をどう訪れるかっていう感じで。そうですね。動物は人を見てますからね。そうですね。見る見られるの関係ですよね。うん、どっちがどっちだか。どっちがどっちだかっていうやつです。感じで。で、あの時は、まだこの蓮華寺のね、うん、仏教研究所はなく、そうですね。あれは、あそこ。新福寺。ああ、そうです、そうです。にいらっしゃって、うん。まだね、あっちでやってましたね。うん。うん、で、そこから、まあ、なかなかないですよね。この、いや、普通、研究所とか言うと、うん、宗派にくっついて、はいはい、あの宗派の、はいはい、なんでしょう、こう、偉い先生方の、うん、まあ、ご意見番じゃないですけど、うん、そういうね、シンクタンクと、うん、まあ、いうのか。うんうんうん、あれですけど、一家事で置いてるところは、うん、まあ、あんまり聞いたことない。そうですよね。だから、うん、そもそもできるのかっていうね、話であって、うん、でも、やはり時代の寵児なのかなっていうふうに思うのは、はい、これデジタル技術があるから、うん、前までであれば、こう、例えば活字を組んでいただくとか、そういうような、いろいろな、こう、人の手を得て出版っていうふうな、ものになっていくわけなんですけど、まあ、まあ、それなりに最初ね、入り口厳しかったですけども、デジタルでね、いわゆるインデザインを使って、こう、組んでいく。うん、あれ、意外にこう、一人二人でやれる仕事であったわけですし、で、あと、いわゆる情報発信をする上では、デジタルを使ってインターネットをやっていく。まあ、そういう形で公表もできましたし、うん、だから意外にこの技術を享受させてもらった部分は大きいなっていう。まあちょうどその走りですよね。そうですね。うん、だから、この研究企業も、うん、インデザインが結構しっかり出てきたあたりで、うん、はい、そうですね。あ、じゃあこれだったら自分たちでできるじゃんみたいな。そうなんですよね。はい。うん、で、遠藤さん自ら。そうですね。あの頃ね、ややちょっと敷居高めでしたけど、はい、だからまあ、そういう意味で言ったら、うまい具合に乗っかったんじゃないかなっていうふうには思いましたけどね。そうですよね。うん、いや、でも今回は多分、この、蓮華寺仏教研究所、割と、まあ、知る人ぞ知るでもあるし、なんとなく聞いたことがある人がいたとしても、うん、結構謎のベールに、包まれているところもあると、うん、かもしれないですよね。大体なんか遠藤さん自体がちょっとこうね、人を選ぶじゃないけど、うわ、そういうね表現の仕方で、いや、なかなか機縁に恵まれないというね素敵な言葉を使っていただいた方がね、気楽あるなんですけどね。そうですね、すいません、ちょっとストレートストレートでね、今このまま帰ろうかなと思いましたけどね、うん、いや、そう、まあそういうね、なかなか今回はだからちょっと潜入取材という感じもありますけど、うん、はい、そう、だから私もね、一番最初の冒頭のね、松本さんの紹介のね、お言葉を聞いた時に、いろいろウェルビーイングとかいろいろ出てきちゃったんで、どうしようかなっていうね、そういうところがありますからね、まあちょっとお手は柔らかにね、お願いしたいところなんですけど、ウェルビーイングはどうですか、整えてますか、っていうかその結果でしょうね、むしろ結果、この研究所をこう動かしていくっていう時にはやはりそれが片方であるかなっていう気がしますね、うん、要するにこう研究って本当であればスポンサーなくやっていけるっていうのが一番理想だと思うんですよ、はい、うん、遠慮もないですし、うん、で前までであるとやはりこうね、向こう側にスポンサーという影があって、はいはい、でその上で分かりにくい研究と分かりやすい研究とい う, こう2つのこう区分けがあって、はい、分かりやすい研究が素晴らしいんだっていう一つのこう何て言うかな、考え方があって、でそれをやはりこう鵜呑みにしてしまうじゃないけれども、そこに巻き込まれてっちゃう部分があるんですよね。うん、そうすると分かりやすくしていく、あるいは分かりやすく
できなかったことをとても良くないことだと思う。うん、だからもし分かりやすいことに価値があるんであれば、一番困っちゃうのが、うちの宗祖の弘法大師は、四六弁麗体という非常に難しい文学表現使ってんのをどう捉えたらいいのかっていうところにね、やっと今気づきましたけれどもね。だからまあ、今そういう意味で言ったら、じゃあそのロジックでいくと、弘法大師が、事業仕分けにあってしまう。そう、あってしまう方向でしょうね、むしろね。これちょっと、これもう来年は、ちょっと予算つけられないかな。みたいなね、ことだと思うんですよ。だから逆にそういうとこから離れていくっていう方向で得ていくっていうものがあったのかなっていう。だからまあ捨てることがあれば得ることもあるし、得ることは捨てることだっていう、表裏一体だなっていうのは実感しながらやってますね。それはやっぱり宗派っていう枠の中で、研究をする人、誰もがぶち当たる、ものなんですかね。部分もあると思いますね。だから片方ではそういった裏書きをつけてもらえる部分を全部手放してしまうから、そういった意味でのきつさはある。ただしそれによって得られる自由もある。だからそれをどういう形で自分の中でバランスを取るかっていう話もあるかなっていうふうに考えてますけどね。そうか。その枠の中にいるからこそ、なんとか研究所研究員、なんか何々州なんとかっていう、そういうのがあって、その中で発言もできる。そういうことだと思うんですね。それなくして、野良。野良。野良。完璧な野良。学者として。野良学者としてね。言葉を発した時に、耳を傾けてもらえるかどうか、ね。そういうことですね。だから、逆に厳しいから、よっぽどのこと書かないとダメだろうっていうのも片方で、こう自分に課せられてきちゃう部分もあるので、だそれでもなおやるっていうことの意味は常に問われないとまずいなと。やり続けていくことがもう惰性ではありえない世界。だからまあある意味企業で言ったらまあベンチャーみたいな形だと思うんですよね。本当。そう、私はまあなんか真言宗のね、ところで言うのもなんですけど、聖系僧侶。いやでも基本的にもうここの研究所なんかも日本史の方も日本文学もいて、で漱石ある方もいれば漱石ない方もいて、みんな聖系研究者の集まりと思いますよ。だからいわゆる中世日本の中にあったお寺の周辺にいた人たちっていうような、あれをデジタルで再構成しているような研究所っていうような、そうですよね。それ最初ここね、建物も実はまあちょっと音だけでね、どんな建物をイメージするか分かんないですけど、すごい素敵な建物で、これは奥に不動産がいらっしゃって、まあそこのお堂も兼ねているという、というかもうお堂の下人を乗っ取ったという形で、その下人がこの研究室になってるんですけど、この構想ってなんかどういうふうに温めてきたんですか。というかね、これも本当にもうなんか仏教臭い話になっちゃうんですけど、起源だなっていうふうに思うんですよ。でちょうどこの研究所をスタートさせる前の段階で、うちのお寺ってこう以前不動堂を有してたお寺だったんですけれども、まあ、戦争の時に焼夷弾を受けて亡くなってしまったんですね。じゃあせっかくだからお不動様もいたことだし不動堂建てようよということで、でただやはりこうちょっと環境的に建て込んでるので、木造である程度の規模の建物は厳しいよと言われたので、まあそれで鉄筋の建物で、じゃあ鉄筋で行くならもうデザイン的にはもう完全にモダンにしちゃおうというので、でまあ今ゲージンなんかもカーペット敷きになってたりとかするわけなんですけど、じゃあこれでまあ不動堂を成立させましょうというので不動堂を建てて、でその後ですね、いわゆる研究所の構想が出た時に、どういう場でやろうか、不動堂あるじゃんって、ちょうど1年前ぐらいにできた
不動堂がそのままこう転用されてきたっていうので、だからまあ、これを動かしていくときの、いわゆる空間的な条件として先にこれが出来上がってたっていうのは、まあな、ある意味、こう、起源だったのかなっていうふうに、それじゃなかったら、おそらくここそんなに電気つけて活用する場所でもなかったかなっていうふうに思うんですけどね。うん。文殊菩薩とかじゃなくて、不動。不動明王ですね。もう、切れてますからね、完璧にね。炎を背負ってね。いやー、そう、ここ、そっか、じゃあ、建物、この空間自体、別に増築したわけじゃなくてあったっていうことですか？いや、まるっきり新しく建てたんですよ。はい。で、以前はここ、他の方に、こう、住宅用の場所として、借地で貸してたんですね。で、その方が引っ越していかれるっていうので、うんうん、じゃあ、お寺の方に、まあ、境内隣接地なんで、じゃあ戻しましょうということで。で、最初は基地だったんですけど、じゃあ、せっかく場所も空いたことだし、不動堂を再建しようよというので、話がトントンといったところで、で、その後にその研究所の構想ができたので、まあ、もうなんか手引きされた感じがむしろしましたね。いや、まあ、その辺、なんかこう、ね、建物とか建築に関しても、まあ、だけじゃなくて、なんか、いろいろ、趣味人として造形の深い遠藤さんなんで、いろいろお話は自分でね、アンテナ立てちゃったり、アンテナってなんかみんなが想像するやつとちょっと違うんですけど、ね巨大なパラボラアンテナ立ててなんか、外国のね軍事用なんじゃないかぐらいの感じのものを作ったりとかね、される遠藤さんなんで、この辺の話も伺いたいんですけど、まあ、一旦じゃあ今日はこの辺でありがとうございました。ありがとうございました。いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます。番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼、いってらっしゃい。ナマンダブツ、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 ナマン。
若寿も如来よげ諸世無理諸学大音コルジポ開門所持三昧地へ異徳無量修所経右人体善念諸仏崩壊愚人人の苦悟解体無明欲ぬ世尊読む人の師子人徳無量苦君古代知恵人明孔明異祖神道大世ガンガサ仏在所法カド所持未不下達不世上位解任所持如是三昧智慧以上五世徳仏不行志願一切苦苦一切大安化し有仏百千の熊無量大小修如五者供養一切死と諸無不如愚道顕所不却非如五者諸仏世界仏不可け無修節道光明師匠変師諸国如是精進異人難量両我作仏国土第一五種奇妙道場超絶国如内音二無塗装我と愛味道脱一切十方来所心熱症状意図が濃く経絡安の好物神妙是我心症発願の日、力所所欲、実法世尊、知恵無下、上領子孫、知我心業、計量心思、食独中。画行精進忍術不可Namanda.
なまんだぶ。がんにしくどく、平等せいさい、道仏菩提心。お嬢あんらこ、なまんだぶつ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 。このポッドキャストはノートマガジン松本松慶の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。